夢感ありますね、これ。夢感ありますね。夢感ある。今回は夢感あるな。前回の沖縄とは感じが増すな。どうもこんにちは。バトルオブドリーム3をご覧の皆さん、そして全国少数のパチンコパシロ動画を楽しみながらサッカー選手を目指す皆さん、こんにちは、松本バチです。さあ、僕が帽子をかぶっていないとかそういうことはもうどうでもよくてですね、私すでに息が上がっております、今日はバトルオブドリーム3の、優勝のご褒美、夢が叶う日なんですけども、私の予想としてはですね、今日内緒にされたまま、多分純一ダビッドソンさんあたりが来てですねってやる予定だったんですが、モノホンが来てしまいました、ジャンバリ TV 恐るべしということで早速入っていただきたいと思います。私の夢のお相手をしていただく方はこちらの方です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。水内モーです。読み方もう僕ガッチガチガッチリめに緊張してるんで、あ、そうですか。多少雑なボケは拾えないと思ってます。すいません。というわけで、はい、元浦和レッズの水内さんに来ていただきました。はい、どうもよろしくお願いします。いやよろしくお願いします。すいません僕なんかで。いやとんでもない、もう絶対誰も来ないと思ってたんで、誰も来てくれないと思ってたんで。まさか自分が、若きその小学生の頃スーパーファミコンでいじっていた選手が来るとは私も思っていませんでした。いや聞いたら10個ぐらい違う。あ、そうなんです。ちょうど1972年生まれです。はい、そうです。僕は82年生まれなので、スペインワールドカップですね。あ、スペインワールドカップ。あ、82年はスペイン、以上です。 ありがとうございます、はい、そうなんです。というわけでもうね、はい、アップしたんですけどもうね、僕も緊張とね、衰えで汗だくでございます。すでに今日は僕が優勝して付き合っていただくということで、まあ、PK 合戦を希望してたんですけど、はい、キーパーまでは準備できないと、はいはい、いうことで予算の問題で、はい、ということで、フットサルコートをお借りして、はい、サッカーボールを使って3本勝負のお相手をしていただこうかなと思います。わかりました。そして、はい、なんと勝者には金一封がアルトのことなので、本気でやっていただいて構いません。わかりました。それは本気ですよ、はい、ただ本気でやってどれだけできるかは別ですけど、欲しいその金券今日お誕生日の奥様にお土産を。ああ、そうなんですよ、誕生日の、はい、おめでとうございます。早く帰んなきゃいけないから早く。それではじゃあ、早速、種目の方に移らせていただきたいと思います、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ噛んだ。それでは勝負1本目です、はい、まずはボールをコントロールしましょうということで、うん、こちらにあるボールを蹴って黒い謎の箱に入れていただきます。結構これ難しいですね。これ結構高さがないんで、はい、意外とかかると思うんですけど、まずは水内さんに蹴ってみてね、はい、お手本を見せていただいて、もし水内さんが5本以内に、5本で入れたら僕が5本以内に入れれるかどうかチャレンジするという意味で、決着をつけさせていただきます。わかりました、はい、じゃあ5本蹴ればいいですね。5本、まあ何本蹴っていただいても、入るまで蹴っていただいて、もし1本で入れていただいたらちょっと相談します。まあそうですね、はい、スパーンと入れられたら1回相談します。わかりました。なので先に、はい、お手本をお願いいたします。まずは、まずはいきますよ。お願いします。入れますよ。よし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 、距離は良かった。今ぴったりでしたね。横はぴったりでした。あ、危ない、危ない。次入る。これあ、その今動かしてずれた。おいやいや、もう全然、もう今ちょっと下がった。よし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 なるほどねと勉強になったのでいけますよ。これ高校の方が絶対有利なんで。あ、なるほど、開ければ入るんだ。そう、蹴り方ね。まあいろんな蹴り方あるんですけど、多分これ今のが一番。あれ、意外と遠いな。すくったら届かない気がする。1本目、あ、いきます。あべあべそうそうあべめちゃめちゃ緊張する。
僕、まあ、後ろで待ってますよ。僕カメラの前でパチスロは打ち慣れてるんですけど、ボール蹴ったことないんですよカメラの前で。確かに2本目やばい、入るしね、入るしね。今2本ともこの辺落ちてますからね。ですよね、かなり長めに蹴っちゃったよ。ちょっとすくおう。お、経過が書いた。3本目お、距離は距離は悪くないんじゃない。今ダスイッチだこれ。さあ僕は4本目で入りました。これで入らなければ僕の勝ちでいいですかね。いいです。はい、いいのか。4本目、まあ、いいです。うわお、あお、あワンバウンドして入るのかい。今のは今のは、いや今のは何も入ってないから、どうせ 0.5 ポ 0.5 もない。ここはもうしょうが、まあ、まずはいいです。それは勝てないです。わかりました。とりあえず1本目は負けを認める。負けを認めるっていうか元プロなんだけど。やったとりあえずじゃあ 1-0 で。わかりました。じゃあ次の種目、そして最後に PK 戦があるので。わかりました。金1本は全部で勝たないともらえません。じゃあまず1本リード。はい、1本リード。わかりました。1本目以上でございます。めっちゃ汗かいた。はい、それでは2本目に移ります。はい、2本目はドリブル勝負です。ドリブル、こちらにコーンがございますので、はい、直線上にコーンをジグザグしていってタイムアタックで競いましょうという種目。なるほどね。私ドリブルがもう点でダメです。点で僕はね、ドリブルはほとんどしたことがない。いやどうやってプロやってきたんですか今まで。今ほら例えば宇佐美とかね、はいはい、原口元気みたいな、はい、もうドリブラーでしょ。グリグリグリいきます。あんなのしたことないですから、ね、全て現役時代全部ワンタッチで。もうそうです。僕はもうゴール前にいてもうまあよくね、今でよく言えば、まあ、岡崎みたいなタイプですよ、はいはいはい、点で合わせる、こうグーッと走っててクロスボールに合わせて入っていくみたいな選手でワンタッチゴールが多かったんですよ。なので本当ドリブルはね全くしたことないね。通算 50m ぐらいですか現役。あのね、あの福田さんって言ったでしょ、はいはいはい、福田さんに言われたことがある。あの永井雄一郎っていうドリブラーが列に入ってきた時に、まあ、すごいドリブラーなんですよ。だからお前の一生分のドリブルより1試合でやってるぞ。確かにそうだなって。長いぞって。あんま得意ではないんですけどね。勝ち目あるかなということで、うん、とはいえですよ、はい、私パスローライターなので、うん、このコーンを、はい、対戦相手が感覚を決めるという形を取りたいと思います。わかりました。なので僕が先行、今回やらせてください。はい、もう慈悲の心で。で僕がコーンを、はい、直線にね、直線上にこのまっすぐ上にコーン感覚を置いていただいて、それに僕が挑ませていただきます。どうかですよね。だからもう全然変わってくるんで、ね、話が全然変わってくるんで。そうですよね。わかりました。僕じゃあスタートして、スタートゴールからですよね。はい、考えちゃうな。スピードに乗せといて最後の方にあった方がいいと思うんだよな。10個ですよね。どうしよう。いいっすよ。むむ。じゃあ行きます。はい、よーい。お、いいね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 。それちょっといいね。攻め、いいね、細かく細かく。うわ攻め。あはは、くそ。16秒91 16秒。なんか基準が分かんない。分かんない。これいいのかどうかも分かんないですね。ただ置き方、これやられると8つの分かりました。ここはもう絶対よね。最後の狭いのでギューってなるから、これはもう絶対大丈夫です。いや確かにこれ難しいな。これはあるだろう。なんか16秒って聞いたから、その16秒が早いのかどうか分かんないからさ。まずよく見て、よく見て。結構曲がってる。大丈夫です。大丈夫、 OK。 やってみよう。あそこグッと曲がってる。はい、では行きます。よーい。早い、よし、早い。いやー、慌てない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 。おはよう。15秒いきます。おー、
危ない、結構惜しい、結構惜しかった。倒した限定はないでしょ、はい、倒した限定なしです。やぶねー、くっそー、意外と惜しかった、悔しい。間狭いとやっぱスピードが出ないからね。ワンちゃん、僕今この倒れてる状況で15秒抜いたら僕の勝ちにしてもらえないですか。え、どういうこと。これ倒れてるままでいいんで、うん、15秒僕がこれ切ったら僕の勝ちにしてもらえないですか。え、これもこれもちゃんとこうやんの。これもこのままでいいです。ああ、いいっすよ。ちょっとこれはかわいそうだね。やりやすくしてくれたって。倒れてる方が難しい。15秒だったらいける気がする。はい、よーい。やべ、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、うわー、攻め、落ち着いて、来たー、来たー、まだ間に合う、記録なし、まだ間に合う。習いました、無茶な、ボール取られるぐらいだったらドリブルすんな、お前はバックなんだからって言われました。というわけで、さすが、結果、水井先生の勝利でございます。やった、水井だろ、よし。ただ、大手、言うてもこの番組はパチンコパチスロ業界の番組なので、はい、しっかり逆転できるルールを設けてあります。今2勝してるでしょ、はい、3回やるんでしょ、はい、もうだって勝ちじゃない。いや、違うんです、日本取れば。パチンコパチスロ打つ人はみんな夢見がちなんです。最後の一瞬まで、はい、諦めないように番組もできてますんで。じゃあまず逆転チャンスがあると思う。はい、これは困るな。最後 PK 戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは3本目 PK 戦でございます。はい、ここまで1本2本と勝負やってきましたが、あの1本2本が、PK の1本2本だと思ってください。なので、はい、これから5本勝負の PK やるので、今水さんが2本決めた、僕が2本外したという状況です。なるほどね、はい、じゃあ僕が3本決めて、はい、3本止めたらもう勝ちです。勝ちです、もちろん。僕が3本止めて5本決めたら勝ちです。結構難しい、それもね。なるほど。ただ、はい、キーパーって別にあれですもんね、言うてもですよね。いや、僕はキーパーは実は一番最初にやったポジションはキーパーでした。あ、そうなんですか。小学校の時きったね。話が違う。理由がドッジボールが強いからっていう。そうだったんですか。そこで、まあ良いか悪いか分からないけど、やってたら一回もこうボールが来ないの、はい、暇でしょうがなくて。で、その時監督、それ先生だったんだけど、先生に攻めたいんですけど、じゃあやってみろって言ったら3、4点ぶち込んで、そっからもずっとフォワードです。すごい、そうだって。キーパー経験者だけど、じゃあボールは触ったことないってことでいい。まあ、経験者ってことじゃない。そこにいたことはある。そうですね。わかりました。どうしますか。じゃあちょっとフットサルコートなので、さすがに僕も思いっきりインステップキックが、この足の甲で蹴るやつで蹴られると、はい、マイクも壊れるし、鎖骨とかが折れるたら嫌なので。インステップキックだけなしにしませんか。インステップなし、はい、分かりました。お互い、お互いです。はい、分かりました。で、先攻後攻を決めて5本勝負でやっていくんですけど、どちらがいいですか。はい、でも僕がリードしてるから、はい、先攻からいった方がいいんじゃないですか。そうですよね。僕これ外したら絶望だもんな。僕キーパーやります先に。あ、ここ、はい。先、あれ、僕が、そうですよね。僕これもし決めたらもう 3-0 ですよ。 3-0 を取るか 2-1 を取るか。もう決めれば 2-1 でしょ、はい。まあ、止めたらまだ 2-0 のままじゃないですか。蹴ります。その方が有利だと思います。なので、はい、じゃあ私先行で。わかりました。5本勝負でこれで決着をつけましょう。 OK です。それでは PK 対決スタートです。よっしゃ、もうガチでいきますよ。はい、勝ちます。もう本当早く帰りたいんだから。勝ちましょう。そうなんですよね。よし、奥さんが綺麗だからな。ただ嫁の美人度では負けないかもしれない。あー、これ近い。うわ、入る騎士ね。よっしゃ、はい、蹴り閉じた。なーに。
やべえ、早くしないこれ。甘すぎるコースがここだよ。死ぬ気で止めます。まあ、まだ 2-0 ですから。まだ 2-0 ですよ、はい、いやこれはしくじったわ。どこ狙えばいいか分かんなくなる。ただ僕の方がタップはあるからな。うん、狭くは見えると思うんですよね。あ、でも確かに短いな。よっしゃ、こうへーこう。じゃあいきます、はい、23本目。やあ、よし、すげえ、インステップキックであれだもんな。インサイドね、インサイドね。あ、インサイドですもんね。インサイドキックであの速さ出るんだもんな。これはダメだった、わなばい。インステップキック封じはこっちは、これは不利だったばい。3-0 3-0。あと4本あるか。やべ、完封される。もう俺完封しか狙ってないから。完封だったらちょっとあの自腹で払ったのかな。ちょっと乗せましょうか。いる、なんでですか。なんで俺が夢叶えてんの、俺金取られる。よし、止める。もうこういうのはね、サービスにいらないんで。よし、来い。じゃあバチさん、2本目。入る気しねえ。あぶあぶ、同じ同じ、もうリプレイ見て。同じですよ。しかも同、しかも同じとこ狙ってるんですよ。右上、右から狙ってる。やばい、入れたら終わりっすか。え、これ決められたら、あ、一応現実的には追いつかないかもしれない数字になるってことですよね。これでもどうします、決めていいっすか。決めないでいただけるんであれば外してください。じゃあ普通に決めるつもりで蹴ります。あ、僕知ってるんですよ。水内さん、足以外全部左利きじゃないですか。はい、左で蹴ってください。やりました。そうなんですよ、足以外左利きなんですよ。なんで足だけ左だったのかな、右なのかな。届かないな。そりゃそうですよ、やっぱり狭いけどこの辺来たら、まあ、当然狙ったところもそうですけど取れないですけど、届かないですよ、ね、ここは取れる。そっか、せっかくの夢なのに2本で終わった。待って、あと3本あるですもんね。で今点差が 4-0 ですか。まあやりましょうよ、やりましょう。やりましょう、やりましょう。4-0 だから、じゃあ1本2点でいいですよ。ここからですか、本当ですか。3本決めば6点になるわけでしょ。はい、2点ですか。いいんですか。え、それ水石さんも2点ですか。僕は1点です。あ、マジですか、きたー、わかりました、お願いします。それで行きましょう。お願いします。わかりました。あ、いい、そんなのいらない、そんなのいらない。もしもって時に俺がやらなきゃいけないからね。わかりました。よっしゃ、ではサービスということで、ここから3本は僕1点を2点としていただきます。はい、では残り3本お願いします。お願いします。止められる気しかしね。枠外した、しかも結構外した今。この辺通ったでしょ。くそー、ダメだ。これ今のところですよ、皆さん、サッカー経験者は思ってるでしょうね、水内さんじゃなくても負けてるって思ってる。当たってます。これが、これを止めてタイだもんな。止めて、止めて、こっから3本全部止めて残り2本決めてタイですもんね。こっからにします。いいんですか。インステップありでもいい。インステップありでもいい。インステップありでもいいです。じゃあそっちの方が可能性感じる。これ結構距離、倍以上だもん。これはいけるだろ、さすがにビビらなきゃいけると思う。これ、あ、いいんですか。いいですよ。インステップも大丈夫だろう。これでも多分入んだよな。まあ 4-0 ですから。はい、さすがに止めれるだろう、この距離あれば。では
怖え。でもこれでもコースないな。止めれるわけね。リプレイ、リプレイ、リプレイ入ってない？入ってない、入ってない、入ってない、しっかり見てました今。いやー、あっぶねー。入ったと思ったんだけどな。いやもう線のちょうど2分の1からちょうどこっちでしたね。ピャッと今全部見てましたけど。いやあっぶね、止めれるわけねえだろ、あんなの。4-0。ほぼ見えてねえぞマジで。キャーって聞こえたけど。よし、いやー今の見たことによってたとえこれを決めても感すごい。ただ1点取りたいね。1本決めよ。僕まだ今日お会いしてから僕まだ無得点なんで。よし、止めて有利に。もう止めたら勝ちかこれ。はい、止めちゃったら勝ちです。本気で止めるよ。大丈夫です。いやー手でいっちゃった。足だよ。4-2。やべ、なんか一気に追い詰められた。にわかにざわ。あっちで後ろいいですか。可能性あるとしたらそっち。ただ怖えよマジで。いやーしくじったな。コース一緒でしたね。でもね、3本ともね、全部同じの、全部同じの蹴りましたね。だって俺さっきカシャンって言ったとき手がここにあったら覚えてんもん。やっ、やっ、やべえ、超力んだ今。優しさが見えたな。ありがとうございます。いやいやいや、低くてここ狙ったんですよ。ちょっと引っ掛けちゃった。角ですね。そう。いやあ、これで 4-2 決まったら同点。決まったら同点です。うお。でも止めれれば勝ちは変わらないんだよね。そうです。止められたら負けです。よし。どうせここでしょ。そうです。そこそうです。よっしゃ。では参ります。バチさん5本目。全然逆に行っちゃったけど。本当に外しましたね。あーボール1個も当たった。はあ、わかりました、わかりました。もうここまで散々判定いただきましたし、いちいち付き合っていただいたんで、次水内さんが蹴ったら止めたら僕の勝ちにしてください。オッケー、俺が蹴ってね。オッケーだ。じゃあオッケーっつ。じゃあ今4-1でしょ。4-2です。4-2でしょ。はい、外したらマイナス2点にしてください。外したらマイナス2。はい、じゃあ決めたら勝ち。決めたら200点あげます。わかった。いいですよ。はい、どう、え、後ろ前でいいです。前で止められてるんで。前でインサイド、インサイドでお願いします。インステップだと怪我するんで。左。はい、左お願いします。左。左どんどん付け足してくる。水内さん5本目。よっ、ダークさん、よっ、ダークさん、もう読むしかねえと思ってたし。よし、詳しい見てたんだから。止めたら参りました。あれ、あ、そっか、終わりました。終わりか。私いいの、先行なんで完全にこれ以上思いつきません。これ以上、これ以上ダダのこね方思いつかないので、いっぱい遊んでいただきましたし、乾杯でございました。よかった。種目は終わりです。あとでちょっとじゃあエンディングだけ取らせていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上で全ての項目が終了しました。一日ありがとうございました。ありがとうございました。
結果もう点差もわからないですけど完封負けですというわけでお約束していた商品券金一封がございますのでどうぞ奥様と二人で ありがとうございます。僕ねこの柄がね一番好きなんですこれこの柄ってこの柄この柄大好きなんですよめでたいやつが大体お金入ってる柄だおめでとうございますおめでとうございます。いやー一日付き合っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。本当に夢のようなお時間でした。僕実はこの企画優勝するの2回目なんです、はい、で夢前回ちょっと安易に考えた結果沖縄でも行かせてくれって言ったらすごい地獄見まして、夢のご褒美企画だったはずだったんですけど、まあこういう番組どうせ優勝しても罰ゲームやらされる番組だなと思ったんですけど今日は本当に非常に有意義な時間を送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、またぜひ何かもし万が一、はい、パチンコパスローの解説でもしようかなっていう時には私に連絡なんかやるだけだったら行きますその時は逆に私が解説させていただきますというわけで短い時間ではございましたが本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。お別れでございます。さようなら。はい、というわけでバトルオブドリブ3すべての演目が終了したということでセカンドに続き王者を取ってですね今回はしっかり夢を構えますと思ったんですけど、いやーあれですね、あっという間の時間だったので幸いですね、バトルオブドリーム4私名を連ねる予定でございますフル出場ということで、次が3タイムズチャンピオンを目指していくわけですけども、あのボードにですねデカデカと書かせていただきたいと思います。可能であれば、水内武さんにリベンジということで、また半年後に私が、しっかりとプラス万枚を残して、この、グラウンドに戻ってこれるように頑張りたいと思います。課題は見つかりました。ありがとうございます。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。